ロサマランチ、イエーイ。はい、皆さんこんにちは。この番組の MC、レイチェルこと広瀬玲奈です。はい、同じく MC のシーンです。お願いします。はい、よろしくお願いします。この番組はユーストリームを使って全世界にお届けする視聴者参加型のオンライン番組です。はい、1時間生でですね、このギターについてのトークですとか、あと好きなアーティストについて、皆さんで1時間生で盛り上がろうという番組となっております。はい、チャットやツイッターから参加できるので、皆さんどんどん参加してください。はい、お願いします。はい、早速アッキーさん、はい、レイチェルお誕生日おめでとうということで、ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、もう見えるところにいるんですけどね。そうなんですよ。今日は誕生日でプレゼントをね、はい、わざわざこう持ってきてくれて、今日ガチャって事務所に入ったらね、なんかあれっていう。そうなんですよ。もう数人いらっしゃって。めっちゃ嬉しいです。あ、マサさんと、村さんきさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、嬉しいですね。やっと二十歳になりました。今日で二十歳になりました。二十歳ですよ。おめでたいことですよ。どうですか、この二十歳のこの日に放送っていうのは。いや、それは嬉しいです。お父様ランチをね、二十歳の誕生日にできるっていうのは。あれ、切り替わった人がなんかどうだったの。切り替わった日、ちょうど日付が切り替わった誕生日になった日ね。は、まあ、私起きてました。でもやっぱこういろいろこうお祝いメッセージとかも来たの。そうですね、昨日ほら打ち合わせ終わって、しましたね、はい、家でこうゆっくりしてたら、あっという間に12時過ぎてて、そのみんなからね、メールとか電話とかが来て、いいね、もう電話が鳴り止まなくて、で繋がんないんですよ。え、本当に、はい、そんなに人気だったの。そうです。羨ましい。別にそんな人気でもないんですけど、普通にね、友達に、私もよく誕生日にこう電話したりしてたんで、はいはいはい。気分的にはどうだったの。気分的にはそんなに変わりない。変わってない、うん、変わんないよね、うん、ぶっちゃけそんな変わんない。だって、だってね、特にいつもと変わらない。変わらないけどね、けど、まあ、お酒も飲めるようになったしね、うん、言ったらもうこの放送でここにビールを置きながらやっても大丈夫なんだよ。すごいですよね、それ。飲みながら飲みながらタバコ吸いながら。そういうのできるんだけど、まあ、しないよ ね、 そういうこともできちゃうことになっちゃうんで。すごいですよね。それがやっぱり変化？変化ですよ、うん、でも別に私そんな多分お酒飲めないと思うし、飲めない。あ、そうか。タバコもあんまり好きじゃないから。あ、匂いがね。そう、煙とかあんまり、今日なんかやっぱお酒飲んでるとこちょっと見てみたくないですか、皆さんね。そうですね、なんかね、次、多分ね、こうファンとかのイベントとかだと、レイチェルがね、こうファンの方にお酒とかついてあげたりとかしたのかもしれないけど、うん、逆にそれがファンが逆にレイチェルについてあげることができるわけですよ、うん、それって結構大きいですよね。それ嬉しいですね。みんなでこうワイワイできるっていうのが。そうそういうこともできるから、うん、やっぱり二十歳っていうのはこういろいろ周りがね、やっぱ変化しますよ、うん、自分は変化しなくても。そうですね、周りはどんどん変わっていく。どんどん変わっていく。それで多分実感していくのかな。そう、多分そうだと思うね。とりあえずタスポを作りたいですね、私。タスポ、はい、なんで。私、身分証明書がないんですよ。え、あ、そうなんですか。何、ちゃんとしたやつ、免許証がないから。まず、あ、そうかそうか。え、タスポで OK なの、それって。だって顔写真入ってるから。あ、そうかそうか。そっちの方がなんか信用性あるのかなと思って。今日なんかちょっと嫌じゃない。だって前に私補導されたんですよ、18歳過ぎた後に。その時に保険証見せたら嘘だと思われたんですよ、それで。ひどくないですか。広瀬玲奈って書いてあって、ちゃんと生年月日も書いてあって。そうで、私広瀬玲奈で、もう1992年生まれで、もう18歳過ぎてるんですよって言ってるのに、いやー、ちょっとこの見た目的な感じで。だからとりあえず家まで送るねって言って送ってくれたんですけど。送ってくれたのか。はい。でも写真がついてないと本当に信用してくれなくて。あ、そうかそうか。そうで、わざわざその、ね、パスポート持って歩くわけにもいかないし、いかないから、まあ、身近に持ち歩けるものって言ったらタスポ。タスポ、まあ、タバコ吸わないと思うけど。吸わないけど、そうか、まあ、ちょっとなんか一応、ね、知らない人をあげたらびっくりするけど ね、もし財布あげてタバコ吸ってんのみたいになるけど。そうそう、でもそれが多分一番いいのかなと思って。アッキーさんが今日お酒飲んでみるの。あ、それがですね、今日は家族でお祝い、はい、ひいおばあちゃんとおばあちゃんと、はい、パパとママと、はい、私とみんなでパーティーみたいなを開く予定なんですか。いや、予定なんですけど。あそこで、はい、そこでお酒を、お酒解禁しようかなと思って。知らんだったらどうしようかな。いきなりの。いきなり。でも、そんなちょこっと舐めるぐらいで。舐めるぐらいか、うん、
やけどね、あのギタリストとかでもさ、うん、もう酒飲みながらやってる人がいるからね。いますよね。すごいですよね。僕の好きなあのザック・ワイルドっていうギタリストがいるんですけど、うん、彼はもうあの常に片手にあのビールを、うん、こうやってラッパ飲みしながらギター弾いてるんですよね。大丈夫なのかな。いやけどものすごいプレイするんですよ、それでも、うん、なんかやっぱそれがガソリンなのか分かんないですけど、それがないとダメみたいな人もいるし、お酒飲まないと動けないって人いますからね。いる。ちょっとまあちょっとそこまでいくと中毒なんだけど。確かに。そうかそうかそうか。あ、バングさん。はい、ありがとうございます。ハッピーバースデーレイチェルということで、ありがとうございます。ありがとうございます、はい。バングさんからもプレゼントが届いたんです。バングさんがね、なんか最近あのいろいろギターのことで頑張ってらし、あの頑張ってらっしゃって、うん、あの僕の日記の方にもコメントをくださって、あの、うん、ビブラートはどうやってかけたらいいですかとか、そういうちゃんと質問とかをね。あのくれるんですよ、先生ですね。いやなんかすごい嬉しいですね。あ、そういうの、なるほどね。まあ、なかなかこういうコメントをやっぱギターやってるじゃないとできないんで、うんうん、あのそういうコメントいただけるのは嬉しいな、うん、そもそもだってこの番組通じてるでしょ。そうですね。あ、そういうのはすごい嬉しいですね。はい、そしてとりあえず原茶の免許で行きましょう、はい、でもほらバイクって怖いじゃないですか。そうですね。それに時間かかるじゃないですか。まあ1日で取れるっちゃ取れるけど。取れますよね。はい、うん。でも一番簡単、めんどくさいから私。あ、いや頑張りなよ。めんどくさがり屋だから。頑張りなよ。せっかくだ取ろうよ。まあね。マスさんが自家製の梅酒で挑戦してみた。ああ、はい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 。自家製の梅酒ね。まあ女性はね、梅酒が好きですから。そう、おばあちゃんがつけてくれてるんですよ。あ、そうかそうか。なんかよくね、ブログで書いてるね、梅酒。そう、だからそれを飲んでみようかな。早速ね。あ、そう、あと私お酒もらったんですけど、うん、ワイン、うん、1992年の生まれた時の、はい、何にしろシャレオツな感じ、シャレオツな感じなんですけど、それってあれなんですか、普通二十歳にもらったら二十歳に飲むもん、それとも取っといて、うん、50歳ぐらいになったら飲む。いやそれは僕ワイン通じゃないんでね。どうなん、ワインよく飲む人教えてほしい。なんか寝かせてどうなるのか俺よく分かんないんですけど。そうなんです、美味しくなるのかな。いやどうなんだろ う、ワインセラーとかないけど、うちだって僕も全くお酒飲めないんでね。あ、そっか。あ、飲めるんですけど、でもワインとかは飲まないですよね。あのね、白ワインは飲みますよ。あ、飲むんだ。あの、なんか魚と一緒に出されたら飲みますけど。あ、魚魚。いや、やるけど、そうかそうか。逆にあの二十歳になってその抱負ってのはある。抱負か、うん、やっぱりこう、結構周りもね環境変わるわけじゃないですか。いや、いろいろありますよ。いっぱいありすぎて言い切れないんですけど、うん、紙に書きましょう。あ、いいですね、それ目標ね、うん、結構ノート1冊分ぐらい書けそうだ、ね、そんなに、うん、ありそうじゃない、うん、ありすぎかな。そうかそうか。でも、ほら、なんだろうな、私10代でやっておきたかったことを、うん、紙に書いてたんですよ、いろいろ。結構やり残したこといっぱいある。いっぱいある。なになになに。自分のまず性格を変えたかったんです。性格は変わんないよ。それ言われたみんなに。なんか3歳の時に、うん、もう自分の性格はほとんど決まってるから、うんうん、変わんないって言われたんだけど、うん、私すごい大雑把で、うん、ガサツで面倒くさがり屋だから、うん、はいはいはい、そういうところをなんか豆な性格に変えたかったんですよ。あ、いやけど豆は豆で困ったりしますよ。え、豆、あ、そっか、うん、俺みたいになっちゃう。何が困るんですか。でもいや、もうなんか気になっちゃうんですよね。あ、ほら、ギターのプレイにしても、うん、まあすごいいい時は本当に完璧主義者みたいな感じで、うん、とことん自分のプレイを突き詰めちゃうんですけど、うん、あの言うともう気になりすぎて、あの視野が狭くなっちゃうんですよね。あ、うん、なるほどね。もっと結構実はもっと楽観的に見た方が、あの例えば曲を見た時にこう結構、うん、あのね、広く見えたりとかするんですけど、うん、あまりにもここのここのっていうこう狭い視野になっちゃうと、逆にそれが悪くなっちゃって本当に全体見えなくなっちゃうとかっていうのもあるんで。なるほどね。そう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 。だからね、音楽やってる身としては半々ぐらいはちょうどいいんだよね。どっかでまあいいやって諦める部分と、すごい突き詰める部分は突き詰めるって両方は持ってると、すごくね、それはいいと思いますよ。なるほど。全部細かくこうやらない方がいいってこと、はい、そうですね。やっぱしんちゃんさんが、あ、書き込みをしてくれました。ハッピーバースデーレイチェルと。おー、今度はチャットの部分押しません、消えなくなるので、はい、ありがとうございます。しんちゃんさん、ひろとさんは大丈夫ですか、動いてますかね。止まっちゃったって書いてあるけど、はい、ひろとさんもありがとうございます。ございます。どしどしね、こんな感じでちょっとおめでとうございますってのは続いてるんですけど、僕もちょっと後で紹介はするんですけど、実は僕もとうとう、はい、はい、あの噂のやつですね。噂のやつです。はい、はい、噂のやつが出ます。はい、実はこちら、じゃじゃん、はい、じゃじゃん、これ、オールカラー宇宙一見やすいコードブックということで、
すごい、はい、これがですね、はい、以前もお話しさせていただいたあのヤマハミュージックメディアさん、あの、はい、メチュでもね、連載を書いておりますゴーゴーギターさんからの、その作ってらっしゃる、出版社のヤマハミュージックメディアさんからですね、この、宇宙一見やすいコードブックということで、うん、この言ったですね、このコードブック、コードブックっていうコードブックちょっとね違うんですよ。コードブックだけど、はい、あのコードブックなんだけど少しやっぱり初心者、本当に初心者向けに作られていると言いますか、ね、うん、まあ、これはねちょっとおいおいまた、説明をしようかなと思うんですけど、これがねとうとう8月28日に発売になりまして、うん、今日はねこの日本の方をですね、持ってきていただいたんですよ。はい、でこれをちょっとね、まあ後でシーサタをやるんですけど、まあそのシーサタやった時に、1名様に、まさか1名様にこれをプレゼント、はい、いつもあの写真じゃないですか、はい、まあ、写真もね差し上げても全然いいんですけど、これを、1名様に今日は一発勝負だけすごい、じゃあもう超レア、超レアです、うん、まあ、これは他でも買えるんですよね、はい、もちろんあの8月28日以降は、その例えば、Amazon だったり、 Amazon が一番そのやっぱり買いやすいというか、うん、他にもあの島村楽器、楽器さんとか、うん、新生堂だったりとか、うん、そういう楽器屋さんでも、全然もう、買えますので、うんうん、足を運んでいただいてもいいですし、 Amazon に注文していただいてもいいですし、そういう感じでどんどん買えるので、うん、ただ今回は、サイン付きでプレゼントということで、はい、わーすごい、じゃあ世界に一つじゃないですか、はい、そうです、今のところ、今のところ、はい、なのでそれをシタダでやりますので、ぜひね参加してみてください。じゃあ後で楽しみにさせてください、はい、これで誰も参加しなかったらすごく悲しい大丈夫ですよ、みんなきっと欲しいです、欲しいよね、はい、うん、お願いしますね、はい、はい、ということで、今日もね1時間進めてまいりたいと思いますが、あのおめでたいことで言えばですね、はい、あの僕もびっくりしたんですけど、またあのレイチェルもね僕の好きな、アブリルが、あーはい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 、またまたって言ったらおかしいけど、まあまたですよね、ね、結婚されまして、うん、いや昨日びっくりした、そのお相手というなるとすごいびっくり、僕も相手はね、最初がサム・フォーティアンのね、はい、ボーカルさんで、次になんかいろいろセレブのお坊ちゃまのどうのこうのってあったんですけど、そうですね、でも1ヶ月しか付き合ってなかったと。だけど今回はですね、相手がなんとあのね以前よくこの番組にも取り上げたニッケルバックというね、はい、アメリカの有名なロックバンドなんですけど、そのバンドの、ボーカルチャド・クルーガーという方がですね、結婚されたんです。あの世界一セクシーな声を持ってる、そう本当に世界一セクシー、あの二人結婚して子供産んだらどうなるんだってちょっと ねあの末恐ろしい感じですけど、本当とってもなんかアブリル の、うん、あのツイッターがすごいことになってて、うん、どんな感じなの、昨日のお昼ぐらいかな、アブリルがバーってなってて、はいはいはい、コングラチュレーションコングラチュレーションバーって書いてて、何が起きたんだろうと思って、あそう分かんなかったね、はい、でそっからいろいろ見てったら、あ結婚するんだと思って、いやちょっとあれびっくりしましたよね、羨ましいですね。なんか話によると、うん、チャードがなんか曲を提供したのかな、アブリルに、うんうん、なんかそれがきっかけで交際に発展したらしいですけど、あーなるほどね、やっぱそういうやっぱり音楽ミュージシャン同士のやっぱりつながりって結婚に至りやすいのかなって。なるほどね、やっぱり分かり合えるんでしょうね、分かり合えるのかな、うん、実際にほら布袋さんとかもそうじゃん、あそうですね、今井美樹さんにね、いま、うん、だにすごくラブラブで、そうそうそう、プライドっていう曲をね提供してから、まあ、そこから発展して結婚に至ったっていうケースもありますし、なんかやっぱり男は声かわいいバグさんがね、あでもそれ結構重要かも、需要でしょうね。だって、うん、なんかカラオケ行って、はいはいはい、全然気にしてなかった人が歌うまかったりすると、うん、なんか女の人って、わあすごい素敵って思う。え、そうなの？みたいです。俺全然歌わないからさ。あ、そうなの？じゃあダメだ。それはダメなパターンだ。全くカラオケで歌わないからさ、あ、そう、そういう風に思われることもないんだね、俺は。そうですよ、歌わなきゃ。俺だって歌うまいから、あ、ハモればいいんじゃないですか。ハモり得意ですよね。ハモることはできますよ。そしたら友達が歌ってる横からハモっちゃう。それって邪魔じゃない？あのたまにいるじゃん、カラオケでさ、もう頼みもしないのにハモってくるやつとか。そう、あのね、サビだけ取っちゃうみたいな、ね、いますよね。美味しいとこ取りみたいなね。そういう人間って大丈夫なんですか？ダメ。ダメな。ダメだけど、うん、それが異常にうまかったら。ああ。なんか綺麗にね入ってきてくれると横取りしちゃいます。ああ、だってそもそもハモリっていうのはメインのメロディーをね引き立たせるためにあるもんなんで、そうそうそう、そう目立っちゃダメなんですよね。そうです。そうけど
どうする？だってチャロクルーが横にいてカラオケ一緒に歌ってハモってくれたら。そんなことないじゃん。あったら、あったら、あったらやばいですよ。あったらそれは大変ですよ。あ、大変だよね。大変ですよ。いやちょっとそういうのをもうファンとしてはね、うん、羨ましい限りですけど。もうビッグスター同士の結婚ですよ。やっぱでっかい。なんかね、あの話によるとすごい指輪を送ったとかっていう。そう、なんか14カラットのダイヤモンドを、うん、あの婚約指輪で送ったらしいですね。送ったみたいで、でも婚約指輪の方が豪華なんですよね。そうです。ですよね。そうですね。はい。結婚指輪と違う。14カラットってどんななんだろう。いや想像つかないんです。いやもうだってつけられないでしょ。だってどうなの、重いのかな。重いんじゃないか。そういう意味じゃないか。え？あのよくカラットのね意味が僕わからないんで。あ、重さですよね。うん、重さなの、うん。あ、そうなの。へえ。大きかったりこう。だから、なあのデヴィ夫人がつけてるぐらいの大きさなのかな。やっぱりね、あのつける人がちゃんとしてないよね。うん、うん、でも私がつけたら絶対偽物だと思われる。なんかおもちゃでついてるよね。そう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 。そう？うん、絶対そう。なんかつける人によってほら偽物に見えたりするじゃないですか。やっぱり。まあ確かにね。うん、そうだからそれなりの人じゃないとやっぱり14カラットは似合わないんだろうかなって思って。無理か。無理か。うん、いやーけど。いやけど そんなにねお金使うものですかね。いやーあんだけスターになっちゃう人生に一度ですからね、うん、そうかそうかそうか、そうです。あ、そうだ、っていうか深夜さんあれですよね、私の誕生日から来てくれなかったんですよね、はい、そうですね。何ですか、そうですねってごまかして。あ、じゃあ分かりました、ね、14カラットにも負けない僕プレゼントあります。お、何ですか、あのこれに採用する。サイン付きですか。サイン付きで。あ、じゃあそれはありがたいですね。これ本当に私欲しいんで。本当ですか。はい、それは嬉しいです。これね、あんまりあげちゃうとあれなんですけど、うん、もうこれぜひね、あのレイチェルもギターやってるってことなんで、うん、ぜひねこれをね、手に取っていただければなと。うん、え、本当ですか。本当に。本当に。え、じゃあありがとうございます。それは本当に嬉しいです。あのギター上手くなってくださいね。はい。もちろんこれで練習します。もちろんお願いしますね。うん、はい。そっか、そう。それで私そのなんだっけ誕生日会。深夜さん来ないなってずっと待ってたんですよ。いや、なんかそれ言われるとすごい俺ちょっと申し訳ないな。でもみんなも待ってましたよ、はい、あ、ひろとさんがね、あ、なんかマジですか、欲しいって言ってる、これけど俺ギター弾けないっていう。いいんですか。でもこれで弾けるようになるの。これはギター弾けない人のために作られたようなものなんで、ほんとに初心者の方用なんで、あの全然大丈夫ですよ、あの問題ないです。これ買ってからギター買っていただいても全然問題ないですしね、うん、はい、オールカラーでね、そう、カラーっていうのも見やすいですね、はい、カラーっていうのはね、なかなかやっぱないんじゃないですか、見やすいですしね、うんうん、コードブックってね、結構いろいろ辞書みたいな感じがする時があるんですけどね、うん、そういうのとはまた違うんでね、うん、はい、これも中身を見ていただけると、見ていただければわかるんじゃないかなと思います。あ、なんか浴衣レイチェル可愛すぎでした。お、ありがとうございます。そう、浴衣で行ったんですよ。あ、そうなんですか。はい、それは何か、うん、自前の？自前の。でも何年ぶりだろうってぐらいで。あんまり浴衣着なかったの？はい、浴衣嫌いなんですよ。え？そう、それみんなに、えって言われたんだけど。そうそうでしょ。なんで着てきちゃったの？そう、浴衣嫌いっていうのは、まあ、はいはい、こう、着るのは別に好きで、はい、見るのも好きで、はい、まあ、好きなんですけど、浴衣を着て歩くの嫌なんですよ。あ、歩きづらいと。めんどくさくて。歩きづらいと。あの、ちょこちょこした歩き方できないんですよ。そうか、そうか。そう。確かに。で、あんまり着てなくて、うん、でももう何年も着てないし、もうで夏だし、うん、誕生日だし、うん、みんなに見てもらおうかなと思って、うん、はい、着てったんです。それも皆さんもうお宝ということで、うん、あんまり本当にあんまり着ないから本当に珍しい。珍しい、はい、そう、全然見てなかったから最高でしたっていうコメントです。やったー、嬉しい。そうかそうかそうか、うん、そう。先週のあれはどうでした、江ノ島の。来ましたけどね、江ノ島ね、行きましたね。まあ、次は公開収録だったんで、今日もなんか公開放送みたいな感じに、ね、ちょっとね、なってるっちゃなってるんですけど、うん、ね、前回はやっぱ海の方で、やらせていただきましたけど、まあ、全然雰囲気が違いましたよね、うん、実際にその後にイル隊長の、うん、ね、番組にも出させていただいて、うん、サザンをね、うん、やりましたけど、あの時に初めてハモったんだもん。あ、そうなんですか。そうだよ。え、じゃあすごい。すごい。あれ見た？見ました。なんか。でも結構いい感じでした。あ、本当に、うん、俺全然ね、自分でちゃんとハモれてるか分かんなかったんだよね。いや、ハモれてましたよ。あ、本当ですか、うん、いい感じに聞こえました。
あ、よかったということです、うんうん、ちょっとね、なんかハモる機会を増やしていこうかなと。いいじゃないですか、やっぱりそれがあった方が。俺もそれに全14カラットあげたら結婚してもらえるかな。じゃあその誰かを見つけなきゃ。見つけるしかない、はい、見つけるしかないけど、そう、浴衣嫌いって、はい、そうかそうか、うん、そうそう、金髪になってビルを迷うのはどうですか。ああ、なるほどね、あのゴーバスターズ。あ、そうかそうかそうなんです、そうそうね、放送も近いですからね。そうですね、あれはびっくりされたようですけど、僕もびっくりしましたよ。あの顔ですか。なんかあのね彼女のブログであの予告編かなんかの、うん、あのホームページに飛んでくれと、うん、飛んだらですね、あれっていうような顔がそうなんですよ。ゴーバスターズっていうその土曜、じゃあ日曜を朝7時半からやる、はい、あの戦隊もののやつに、はい、あの次今週の日曜日にゲスト出演するんですけど、はい、私ギャル役なので。ギャル役だったよね、はい、びっくりしたんだけど、なんかあの全然顔違う。そう、金髪でまつげも全然、ね、こんなまつげしててすごいですよね、うん、だって喋るセリフも多分全部そのギャル言葉なんでしょ。そうです、全然イメージ違いますよね。まあそれはそれでレアなんでしょうけど。そうですよ、だから、うん、あの終わった後結構ギャル語みたいのが残っちゃってて、うん、ちょっと怖いね。そう、怖いくはないですよ。でもそう汚い言葉になっちゃう。あ、そうか、ちょっとそれはまずいですけど。マジかとかだってあのあれですよ、僕がツイッターでですね、うん、あのまあレイチョルのね、うん、あのそのゴーバスター出ますっていうようなツイート、うん、をリツイートしたら、はい、結構ね、あの僕のフォロワーの人もびっくりしましたよ。おー、え、あのことやってるんですかみたいな。あ、そうなんだ、うん、はいはい、やっぱ反響がでかいみたいな。へえ、じゃあ楽しみですね。そう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 、で、あのゴゴギのね、うん、あの人たちとかも僕フォローしてるんですけど、うん、あのやっぱみんな知ってました。へえ、そうなんだ。そう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 、あのレイチェルのね、あのレイチェルロックユー、ロックオンロックオンか、んえ、何の話ですか。あ、連載の話ね。へえ、そう、ゴゴギの連載をやってる、それやってますよっていうことを、まあ、言ったら、あのびっくりしました。結構ゴゴギフォローしてる人、あ、そうなんだ、え、そうなんですかっていう、あの人と一緒にやってるんですかみたいな感じで、私すごいじゃん、よかったね、そっかそっか。でもね、そうやってお互いね、こうどんどんね広まっていけば、うんうん、この本のことでもね、だからね、だから両方一緒に知ってもらえたらね、そう嬉しいですね、はい、それは私って気づいてくれてたら嬉しいんですけどね。気づいて何ですか。いや、あの結構、はい、私がブログに書いたら、え、あの金髪の子レイチョルだったのみたいなのとか。そうかそうかそうか。でもそうかと思えば、うん、あ、やっぱりそうだったんだって、そうかと思ったんだよねみたいな。なるほど、ちょっと分かってくれる人もいる。そうかそう、けど確信持ってレイチョルだっていう、あまり分かってる人はいなかった。そう、もしかしたらみたいな。なるほどね、うん、それぐらい違うってことです。だからぜひね、皆さん、あの今週日曜ですから、うん、朝ですよね、確か朝7時半から。そうなんですね、早い時間帯なんですけど、ぜひね、皆さん起きてみていただければなと思います、うん、はい、ということで、ですね、あ、もうこんな時間ですか。早いですね。早いですね。ほら、やっぱりいっぱい喋れた。いっぱい喋れたいつも深夜さん、俺喋ることないから、うん、なんか時間持つか心配なんだよね、みたいな。そう、全部ね、レイチェルに振るんですよ、僕は。そう、もう喋れませんと。でも結構喋れますよ。喋ってると結構時間って短くないですか。そうですね、うん、俺、だから全然喋れてるか分かんないね、自分で、ちゃんと喋れてますよ、本当に。滑舌以外アーカイブ見るのも怖いんですよ滑舌以外はちゃんと。あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか。あの、ゆっくり喋ろうって心がけてるんではい、はい、ということで、まあね、ちょっとこんな感じで時間も、ね、あっという間に25分ぐらいですか、うん、経ちましたけど、じゃあですね、今日もですね、まあ、いつものように、僕の聞かずに死ねるかをやりたいと思うんですけど、はい、今日はですね、うまく弾けるかな、この僕の大好きなこのアーティストがいます。真の聞かずに死ねるか、イエーイ、はい、はい、ということでですね、今日はですね、今のリフも弾いたんですけど、ちょっと今の曲とは違うんですけど、はい、今週ご紹介するのはこちらでございます。ドン、じゃん、何ですか。これは、まあ、タイトルなんで、これは、バンド名ではないんですけど、はい、これは今日ご紹介するのはワンオクロック。あ、はい、紹介したことなかったですね。 ないんですよ、ね、あ、そうなんで、最近はちょっと若手の方もね、紹介しようと思いまして、で今日これ持ってきたやつはですね、ザ・ビギニングと言いまして、うんうん、今ウロニケンシンというですね、
知ってます？やってますね。もう僕が青春時代にもう大好きだった。そうなんだ。もうリアルタイムに見てたんで僕。そうなんだ、はい、初めて知った。ルローニケンシン本当に好きで、うん、でそれがまあこの時期にタイミングであの映画化するってなったんですけど、うん、そのまあ映画のですね主題歌にこの選ばれまして、このワンオクロックのザ・ビギニングというのは、うん、またやはりかっこいいんですよ。あのワンオクロック結構知ってる人いますか？結構いると思いますよ多分。あの名前はね、知ってる人多いんじゃないかなっていう。もう最近はもう若手の中で、すごくね人気があるんですけど、うん、知ってる人いる、知ってるよって方います？どうでしょう。でもね、うん、結構ね私のファンの人の中でも、うん、結構ツイッターの自己紹介のところに好きなバンドとかで入ってますよ、うん、あのねもう最近思うんだけど、もうとにかく若い子で、まあ、楽器やってますとか音楽やり始めましたっていう子で、うん、好きなアーティストを挙げると大概は、まあ、ユイ、うん、ウーバーワールド、ラドインプスでワンオクロック、うん、この4組はもう必ずどこに入ってるんですよね。なるほどね。で、まあ、本当にその中でもワンオクロックっていうのはもう特にライブバンドとしても、もうめちゃくちゃ、人気ありますし、うん、あのこの時期だとほらフェスがあるじゃないですか、うんうん、もうフェスとかに参戦するとね、もう客のオーディエンスのあのやっぱりうわーっていう感じが全然違うんですよね、うん、あの曲もすごい迫力あるバンドだし、あの、うん、日本のバンドって感じはしないんですよね、うん、多分影響を受けた、ご本人たちもね影響を受けたのは多分洋楽の、うん、まあエモだったりとか、うん、スクリーモとかそういうバンドに多分影響されてるんでしょうけど、うん、全然ねあの日本語の歌詞も出てくるんですけど、うん、全くですねあの日本語歌詞が入ってても全然あのかっこいい、まあ、それはまあ歌詞のセンスもあるんでしょうけど、うん、あとねもうみんな若いんですよ、まあ、大体23、4歳かな。あ、そうなんだ。そうそうそう、それぐらいなんですけど、みんな卓越してうまいですしね。なんか昨日、はい、スクールオブロックっていうラジオに出てましたよ。へえ、あ、そういうラジオやってんのか。そうみたいですね。そうか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 。スクールオブロックっていうラジオがあるのかな。僕ね、東京来て、まあ何年かした頃かな、うん、1回だけ対バンしたんですよね。え？ワンオクと。すごくないですかそれ。だけどまだ彼らがあの結成した間もない頃ですね。もともと5人組だったんですよ、うん、ギターが2人いてで だったんですけど、そっち途中で4人になるんですけど、うん、まだ5人だった時に1回対バンしましたね、原宿で。へえ、じゃあ負けてらんないじゃないですか。いや負けてらんないですけど当時から彼ら人気ありましたね。へえ、そうなんだ、うん、すごいなそれも。これあれ有名人の息子さんでしたっけ確か、ワンオクってね確か。そうなんですか。森進一さんのね。そうなの。あれどうでしたっけ、誰だったっけな。嘘でしょ。有名人の息子さんだった気がするんですよね。マジですか、ちょっとそれ調べてみますか。あ、違うか。なんかね、けど、うん、とにかくもともとね結成した時はまだ18歳とかかな。でもその時に会った、うん、会ったってそう、めちゃくちゃ若かった。あ、そうですよね、うん、でも3、4年前、2006年ぐらいなんですよ確か。4年でこのバンドさん2005年からやってるんですけど、多分結成したほんとまだ1、2年ぐらいの時に、うんうん、まだ多分インディーズですよ、メジャーデビューしなかった頃です。その時にね一回対バンして、けどやっぱりその時から人気がありました。はい、マサさんが実は人斬り抜刀斎と身長が同じなんですっていう。そうなの。ウロケン知ってますか。知ってますよ、一応知ってるんですけど、うん、全然アニメとかは見てなくて。あ、そうか。そう、でも最近その何番組の、あ、映画の宣伝みたいなやってますね。みんな出てて、あ、見たいなと思って、うん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 、めっちゃかっこよかった。バングさんはゴーゴーギターにいつも楽譜が載っているグループですね。あ、そうですね、乗ってます、ね、よく乗ってらっしゃいます。本当に人気があるので。そうかそうか。私実はあんま聞かないんですよ。聞かない、うん、こういう感じ、あ、けどなんとなく曲はわかりますか。なんとなくわかるんですけど、でもあんまり聞きたいと思って聞いたことがなくて。あ、本当に、はい、ね、すごくぜひ聞いてみてほしい。ライブでぜひ見たいなっていう、うんうん、バンドさんから。じゃあ聞いてみよう。なんか今まで、うん、もうなんかみんなが好きで、うん、周りの人たちが、ね、いっぱいいるっていう。そうで、なんかそれが嫌で聞かなかった。そういうのがあったのね。そう、なるほどなるほど。ぜひぜひね、
そういうこの機会にね聞いてみてほしいです。じゃあ聞いてみよう。やっぱり日本のね、まあ、この前紹介したラッドインプスとはまた違うジャンルなんですけど、うんうん、本当にこの人たちは言ったら、まあ、パンクだったりとか、まあ、ハードロックとか、うん、そういう感じの、特色が強いんですけどね、うんうん、ですけどやっぱり僕大好きなんですよね、うん、このバンドさんのサウンドだったりっていうのを、うん、ぜひねYouTube とかにも載ってるんで一回この多分テレビ見てたら絶対その CM とかで聞いてるはずだから、うんうん、これビギニングって曲もねYouTube とかで見ていただくと、これはシングルです。シングルです。なんでぜひね聞いてみてください。とてもね心に突き刺さるいいメロディーを歌ってますので、はい、メロディーはすごいメロディアスなんですけど、うん、まあ、楽曲がすごくハードで、うん、そういうの好きな人にはもう本当にたまらないんじゃないかなと思いますので、ぜひねバンド好きって人も、皆さんぜひこれをギターの練習とかにもね、ちょっと難しいところもあるんですけど、うん、覚えていただければなと思います。9ミリとか、はい、これは何だろう、パラあ9ミリパラベラムバレット、あ、そういうことか、サカナクション、あ、もう9ミリとか好きだったら結構ワンオクも好きなんじゃないですかね。あ、そっか、そうですね、大体9ミリ好きな人は、うん、はい、ワンオクって書いてある。そうかそうか、ぜひね、ちょっとまあ系統は違いますけど、ぜひね聞いてみてほしいです。本当に純粋な洋楽って感じしますけど、うんうん、そういうのも好きって人はぜひおすすめしたいです。なるほど、はい、ということでですね、今週はこの、ワンオクロックを紹介したので、ぜひね、皆さん聞いてみてくださいということで、真の聞かずに死んでくれました。ありがとうございます。はい、はい、ということで、この、ワンオクですね含めてこの僕のコードブックを、かけたシータタをですね今からやりたいなと思います。これはね、いつもね写真でしたが、今日は本をかなりランクアップして、ランクアップしますもう本当に今回だけです。すごい、はい、で大サービスですね。大サービスなので、ぜひねこれも今回は一発勝負ということで行こうかなと思います。じゃあ本当にもう1名様、1名様のみで、でですね今回紹介するのは、まあ、さっき言ったワンオクロックで、もう、まあ、いつも3枚やってますよね、うん、でもう1枚はですね、これはしんちゃんさんからいただいた CD なんですけど、うん、ヴァンヘイレンのベストボリューム1ってやつです。これ知ってます？私、はい。これね。だってこれ、うん、私にくれたんですよ。あ、そうなの？いやでも、はい、しんちゃんさんが2人で分けてくださいって言って、ぜひぜひ、うん、もうね、この曲、僕の大好きな曲がいっぱい入ってる、まあ、このベストアルバムとバーヘン、うん、そして僕これ最近買ったやつなんですけど、スラッシュの。おお。これめちゃかっこいいよ。これ一番新しいやつですか？新しいやつですね。スラッシュの出したソロ名義のアルバムとしては一番新しいんですけど。そうなんだ。ね、めちゃくちゃかっこいいです。まあ、実際にもう買って聴いてほしいんですけど、うん、特におすすめはですね、この曲の中ですね、You Are Right って曲があるんですけど、うん、もうそれ曲がね、まあ、鳥肌立つほどかっこいいっていう、もうスラッシュ節全開の曲なんですよ。そう、聴いてみたいですね。ぜひね、まあ、スラッシュ知らない方はですね、このアルバムの中のね、You Are Right って曲を聴いてほしいなと思います。はい、まあ、この3枚でですね、今から見えないように、レイチェルがですね CD を叩きますので、はい、どの CD を叩いてるのかっていうのを当てるクイズです。はい、はい、ということでですね、これどうしようね、今日周りに皆さんいらっしゃるんですけど、あ、そっかあ、でもみんな参加したいんですよね、きっと。そうです。じゃあこっち向いて、じゃあ私こっち向いてやりますね。あ、了解しました。そうすれば見えないですよね。じゃあ、はい、いきます、はい、新しくないですか、この感じ画面に背を向けてるっていう。そうそうそう。じゃあ、いや、どうしようかな。あ、じゃあこれにします。はい、うん、これにしよう。はい、では、はい、いきます。うんうんうん、いやー、やっぱりね、いい音ですよ、うん、今ちょうどね、レスポールの音ですよ。このやっぱ太いのぶっとい音が流れてますね。なるほど、うん、やっぱりリフがかっこいいですね。わ、うん、かりますかね。今もう、持ってない人ちょっとわからないかもしれないんですけど、うん、ただやっぱりね、サウンドが特徴的なんで、うん、ギターの音聞いてやっぱり特徴が出てるから、この人っていう、うん、まあ、それでわかると思います。はい、はい、いいですかね。豪華商品ね、書いてありますが、じゃあもう皆さんわかったかな。で、これじゃあ1分間ですね。はい、
また用意スタートで1分間待ちますので、うん、もうこれ一発勝負ですから、うん、あの皆さんね、当ててください。じゃあいきます、はい、用意スタート。はい、今日ね、今回出したあのね、3枚のどれもね、かっこいいリフをお持ちな方で、知ってますこれ？知らない。知らない。あら。何ですか？これはあのバンヘレンの曲なんですけど、アンチェインって曲なんですけど。どういうやつだろう。このリフで始まるんですよね。これにフランジャーというね、あのエフェクターをかけてね、もう独特なサウンドで弾いてるんですよ。あれわかんない。わからない、うん、ぜひね、聴いてください。すごいかっこいいです。はい、聴きます。はい、じゃあこれ持って帰ります。そうですね。いや、貸してください。普通に、まあ、いや、もう全然ね、はい、これいただいたものですから。はい、貸してください。ほら、さっきのバンオクの、はい、してますこれは。はい、してます。これなんて曲でしょう。わかんない。わかんない。あ、本当に聴かないんですよ。あ、本当。これね、あの自分ロックって曲なんですけど。自分ロック、ワンオクの。覚えました。これもね、めちゃくちゃかっこいいです。でドラムがね、うん、クソうまいですから、ホルバンさん。なるほどね。若いのにすごく上手なんですよね。はい、私よく学校で流れてたんですよ。あ、本当に、はい、これ流すんだよ、はい、すごい学校だね、はい、これとかラットも流れてたし、9ミリも流れてたし、サカナクションも流れてます。いいね、最近の学校違うのね。そうですね、結構学校でみんな自分の流したい曲をロックなんて流してダメだったよ、僕の時は。本当ですか、うん、スリップノートとかダメでしょ、それたまに流れるんですよ。で、誰が流してんだろう。どんなファンキーな学校だって。いや、本当に本当に、あの、お茶の水にあったんで、近くに学校が。ああ、そうか、うん、なんか音楽が好きな人が結構集まってたんですよ、ね、はい、スラッシュスラッシュスラッシュって来てますね。おー、みんなスラッシュ。バンドさんもマサさんもマッキーさんも。これは知ってます？わかんない。わからない。いやこれはですね、まあ、スラッシュ の曲じゃ、スラッシュのまあ作曲ではあるんですけど、うん、ガンズ&ローゼズっていう曲の、あ、私がこの間深夜さんにもらったやつだ、はい、の1個前です。あれ2枚目のアルバムなんですけど、これはあの1枚目のファーストアルバムの Appetite for Destruction っていう曲の1曲目に入ってる、Welcome to Jungle という曲です。じゃあそれも聴かなきゃ。いや、もうね、どれも名リフ揃いですよ。 OK ですかね、はい、分かったかな。結構あのソーシャルストリームの方はね、書いてる人はいますかね。ちょっと時間差があるんですけど、ね、書いてない、はい、じゃあ10秒前からいきましょうかね。はい、はい、じゃあいきます。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、はい、ということで、ではですね、答えてくれたのがですね、何名様？3名の方が答えてくれましたが、アッキーさん、バングさん、マサさんが全員同じですかね。スラッシュって書いてる感じですよね、うん、ソーシャルストリームの方はいない感じですか？そうですね、はい、今いないかな。そうか、ではですね、じゃあこの3名様で、じゃあその当たりかどうかちょっと確かめますので、はい、じゃあそのレイチェルが叩いた CD はこちら。じゃん、はい、スラッシュでした、はい、皆さんもレスポールで分かったのかな。そうこの中でレスポールを、もうやっぱりレスポールといえばやっぱりスラッシュってイメージがあるんで、うんうん、じゃあもう3名さん全員当たっちゃったってことなんで、1名様いつものね、はい、これ割り箸で、ね、くじをやってるんです僕たち。そう、はい、3名様ですね。1名、2名、3名、はい、この3名様、じゃあ1番がですね、バングさん、アッキーさん、アッキーさんですね。で2番がですね、バングさんで、3番がマサさん、はい、この3名様から、この割り箸抽選をいたしますので、はい、じゃあ当たった方はもしかしたらここにいる人がもらえるかもしれない、それか韓国にいるバングさんがもらえるかもしれない。そうですね、3分の1、うん、はい、いきます。じゃん、お、1番。お、ということはアッキーさん、はい、アッキーさんは、はい、
どうしましょう、もういらっしゃるのでここでプレゼントということで、やるこれをいつもはこうやってね出すんですけど、はい、やる必要ないかなと。そうですね、確かに、はい、すごい、私あんまりね、一番ですね、当てられないんですけどね、まあ、5号機からあのギターやり始めたというヤッキーさんにはですね、うん、ぜひこれも一緒にじゃあ今日は差し上げるということで、はい、ぜひこれで勉強していただければなと思います。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、ということでですね、今日も一発勝負でしたが、うん、まあね、今日はあの当たらなかったっていう方もぜひね、あの28日に発売されますので、うん、そうですね、あのぜひ皆さん買っていただければなと思います。はい、ということで今日ちょっとですね、早めに1曲入魂の方をですね、はい、やりたいなと思うんですが、ここ最近ちょっとですね、いろいろ精力的にやっていこうと思ってまして、あの今日もですね、実は新曲をですね、そうなんです、そうなんですよ、やっちゃおうじゃないかと。これタイトルは決まってるんですかね。決まってないです。あ、まだ決まってない。はい。もうタイトルも決めてないんで出しちゃおうという。そうなんですよ。そう、決めたいんですけど、私タイトル決めるの本当苦手で。はい、あ、そう、時間かかるよね。そうなんですね。まあ、これもね、追ってちょっとタイトルは決めるんですけど、はい、新曲を、またブライトンとして、ね、新曲をちょっと出したいなと思いますので。はい。あ、緊張します、ね。緊張しますか。だって今日人がいっぱいいるんですもん。はい、すごい緊張する。まあ、まだね、作ったばっかしではあるんですが、うん、ぜひ皆さんちょっと聞いていただきたいなということで。はい、タイトルは未定ですが、ブライトン新曲聴いてください。
私のハッピーエンディングがない。ありがとうございます。いや、くしゃみ出なくてよかったです。もう朝からくしゃみばっかり出てたんですけど、よかった。どうでしたかね。ちょっとまたこう、はい、最近新曲ばっかりを出してるんですけど、はい、ちょっといい感じだったかな。いつもね、こう新曲やった後に皆さんのね評判を見るのが僕大好きなんですけど、もうそうですね、みんながどういう感じで聴いてくれたか。明るいトーンで歌うグループブライトン、愛の人の名前。おー、なるほどね。僕たちブライトンってすごいなんか明るい響きの名前なのに暗い曲が多いんですよね。そうなんですよ。ね、確かにね、こういうのが好きなんですけど、僕そう、はい、私も暗い曲が好きなんですよ。はい、うん、ありがとうございます。なんかね、コメントいただいて、はい、こういう感じでね、どんどん、まあね、汚い意見をいただければなと思いますので、うん、こんな感じでちょっとね、もうどん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 曲を作ってたら、ちょっと皆さんにね、お届けしようかな。ライブがね、ちょっとまだね、できないんで、うん、こういう番組を通してでもね、うん、僕たちの曲を少しでもね、知っていただければなと思います。はい、他にね、ソーシャルストリームの方もですね、コメントを来てるかな。ちょっとね、時間差があるんですが、来ないですね。お、来ましたね。た、お、正解は何だったんですか。答えが送れなかったですって。ですね、答えはですね、スラッシュでした。あ、そうか。そうですね、ちょっとさっき急に書き込みができない、できなくなりましたっていう。タイミング悪く、書き込みが悪くなんか最近ちょっとね、機械の異常がね。そうですね、いつもちょっと途切れちゃったりもするんですけど、はい、そこら辺はね、ちょっと多めに見て。すいません。すいません。はい。はい、ヒロトさんもね、かっこいいっていうふうに。あ、はい。村さんきつさんを早く CD にしてっていう。おお。それもね、早く頑張って。今ね、レコーディングをね、考えてるんですね。そうなんですよ。早くそれをできればなと思って。はい、ぜひ、その楽しみにしててください。と、うん、いうことでですね、ちょっと今日は早いんですが、今日はですね、わざわざこの、これまだ発売しないんですけど、見本の方ですね、持ってきていただいて、実は今日はですね、特別にですね、うん、ゲストの方は。そうなんですよ。はい。この日に来てくださいまして、嬉しい限りでございます。今日、はい、はい、来ていただきました。ゴーゴーギターの、須田さんです。はい、ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。半年ぶり。そうですね、それぐらい前です。今日はですね、わざわざこのね、オールカラー宇宙一見やすいコードブック、これをですね、持ってきていただいて、これは実は僕はですね、須田さんから、こういうことやってませんかというお話をいただきまして、僕はですね、こういう、まあ、全然力もないのですが、これ著書としてですね、著者として、出させていただきまして、うん、すごいありがたいお仕事を、やらせていただいたなというふうに、うん、ありがとうございます。どうでしたか、新谷さん。新谷さん、本当にね、すごくテキパキとですね、都合を心得た、いい原稿を書いてくれたので、こちらもね、すごくいい本ができたなというふうに思っております。はい、これね、ちょっとだけ中身を見せますと、こんな感じになってるんですね。はい、見えますか、皆さん。バングさんが編集長。はい。バングさんは須田さんがゲストで来てくれた時に初めてお父様ランチを見たんです。そうかなりね、半年ぶりぐらいだと思う。そうですね。なかなか貴重な話なんですけれども。スリーショット。これコードなんですけれども、このフルカラーになっているっていうのはね、なかなか貴重な本でして、ね、他の本だと大体モノクロ、色がついてないものがですね、うん、普通は。多いんですけれども、うん、この本に関してはこういう形でね、色がついててすごいとても見やすいと。そうなんです。で、指ごとに色が違うということでですね、はい、非常に分かりやすいので、本当に初心者の、はい、ギター弾く、アコースティックギターでもね、エレキギターでもどっちでも大丈夫ですので、そうですね、ぜひ使っていただけるといいかな。はい、これ普通よく最近ギターやり始めた人とかね、多分教則本とか欲しいなって多分手に取ると思うんですけど、やっぱりね、例えばコードブックもそうなんですけど、大概は例えば何かのコードの名前書いてあって、とにかくいっぱいずらーって載ってるんですよ、うんうんうん、コードがね。そういうのがやっぱり結構多いんですけど、やっぱこう見ててちょっと 見づらいというかですね、うんうん、いっぱい書いてあるんだけど、いっぱい書いてありすぎて何を覚えているのかわからないとか、うんうん、ただ単純に図が載ってるだけとか、うん、ただそういうなんか情報がただいっぱい羅列されただけっていう本がやっぱり大半なんですよ、コードブックっていうのは、うん、だからやっぱ最後までなかなか読まないっていう。なるほどね。けどこれはですね、
あのまあこういう売りを説明するのはあるんですけど、あのちゃんとこのまあ指の押さえ方もそうですし、あの押さえる時のポイントも全部ここに一個とコメントが書いてあるんですね、うん、でコメントが書いてあってですね、あとその、これを全部覚えた後にこういうポイントって形でちゃんと、うん、あのコードを覚える上でのこういうアドバイスいいですよみたいな、そういうちゃんとアドバイスが書かれている。プラスですね、これあのこうめっちゃメジャーコードってありますよね、これ今でメジャーコードを覚えたらこの次のページでじゃあこのメジャーコードを使って行動進行をちょっと弾いてみましょうみたいな。なるほど、ね、必ずこういうページがですね、あの行動の、表の次に入ってくるんですよ、うん、なのであのここで覚えたコードはすぐこっちで練習できる、うんうんうん、でその練習のところも全部ポイントが細かく書かれて写真付きで書かれてるので、これはもうあの初心者の方が買っても、すぐギターを始めた時に、つまずかないで、一個一個ステップアップしながらやっていけるっていうところがやっぱり、この本の、メリットかな、いいところかなと思います、うん、なんか覚えただけ そうで次どうしていいかわからないけど、これだったらね、そうなんです、覚えてすぐ練習、そうなんですよ、コードってあの覚えてても仕方ないんで、そう意味ないですよね。そうあただ数学で言うと公式をいっぱい覚えてるんだけど問題の解き方わかんない人って結構いるじゃないですか、うんうん、それと同じでコードはいっぱいしててもコードの使い方っていうのが基本的なもの分かってないと、うん、やっぱりあまりその伸びがね遅くなっちゃうので、やっぱりコードを覚えたらそのコードがどういうふうに使われてるのかっていうところを、実際にねコードのページとかでも見ながら覚えてもらえれば、あのよりコードも覚えやすくなるよっていうところ、うん、なんかオールカラーっていうのもみんなすごい嬉しいみたいですね。そうかそうか、はい、オールカラーとても分かりやすい。でも実際これあの宇宙一見やすいシリーズって言って、これ今ヤマハミュージックメディアさんが出されてるんですけど、うん、これ以外にもこれはコードブックなんですけど、本当にギターの初心者用の、うん、本だったりとか、あとはベースも出てますね。そうですね、あのエレキギター、アコースティックギター、はい、まあ、ベースで、あとバンドスコアも、はい、あのカラーのものが出てたり、このシリーズのもので、オールカラーのものが出てるんで、本当にギターの初心者の方に向けた本を今ラインナップをねいっぱいしてますので、でこれなんかコードブックなんか、あの先ほどね紹介してたワンオクロックとか、はい、スラッシュとか、はい、ああいうアーティストが使ってる楽曲の中のコードもまさにここの中に入ってます。入っていますので、入ってます。これをじっくり読めば実は弾けるんじゃないですか、はい、実はですね、大概の曲は実はここに載ってるやつはほとんど弾けます。じゃあもうね合わせてもう合わせてもう覚えていただければもう全然まあね、じっくり頑張っていただければ焦らないんで、うん、いいんで時間をかけて覚えていただければきっと必ず上達します、うん、はい、やっぱり基礎がね一番大事ですから、ここに時間かけるかどうかで決まりますので、うん、ぜひね、これを買っていただいて、読んでいただけで読んでいただいて、まあギターもね上手くなって楽しもう何より楽しんで、うん、ギターをねギターを楽しんでいただければな、勉強だと思わずにね、うん、っていうのを、これを見てやっていただければなと思います。ということでね、須田さんにはもう今後もお世話にいえいえあとはですね、これと、一緒にゴーゴーギターってなんですね。そうですね、はい、今発売中のこちら今現在発売中のやつですね、はい、ゴーゴーギターさん9月号で、これに、まあ、レジとかですね連載として、はい、載ってます。今早引きのコーナーをやらせていただいてます、はい、なのでこちらもね、初めて見たよっていう方もいると思うんですけど、うん、これは実際にこれも初心者の方にすごく優しい本となってまして、うん、中身もですね、普通の、よく今巷で人気の曲とかをですね、まあ、旬なものを、うん、まあ、そのリアルタイムに、ピックアップしてまして、うん、コードの、まあ、譜面だったりとか、あとはバンドスコアのギターのね、ちゃんとしたタブ譜の譜面とかもしっかりついてたり、それ以外にもね、ギターの初心者の方がそれを読んで、あ、なるほどっていうような、まあ初歩な知識とかもね、ちゃんと毎回ここに書いてあるんです。有名なアルフィーの坂崎さんもね、ここ で、 そうです、ね、レッスンとかの連載もやってますし、レイチェルの早引きの連載も書いてありますんで、うん、もうこれ知らないって方はぜひね、これも一緒に買っていただいて、実はこの発売、これが8月28日発売なんですけど、次のね、はい、ゴーゴーギターの次の次号の発売が今月の27日になるので、まあ、1日違いですから、ぜひね、まあ、両方セットで買っていただければ一番いいかなと思いますね。はい、ね、ね、はい、そうですね。ということでね、まあ、こんな感じでちょっと、宣伝になっちゃったんですけど、ぜひね、こういうのも通して僕いろいろね、ギター始めた方に夢を与えていきたいなと思ってますので、ぜひね、うん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ね、なんかこう出ていただいてすごくありがたいですね。読んでいただいて。はい。いやいやいや、
とね、この須田さんが出ることによって、はい、みんながこうね、はい、盛り上がって、はい、実際みんなが編集長編集長って言って、あ、編集長が AKB に親切に教えてくれる写真を見た。ああ見られちゃいました。あの最初のやつですよね。最初のやつ、ね。一番最初のやつかな。はい、そうですね。あれ本当にガチでやってる。あ、教えてる感じ。私もあの最初の頃は須田さんに教えていただいて。そうだそうだ。もうすごい楽しかったです。あの須田さんはあのいろんなギターも持ってて、ね、いろんなエフェクターも持ってるんですよ。だからいろんなのいじらせてもらってすごい楽しかったんです。確かにそれ見ただけでね、もう初心者の方はすごい楽しいですよね。はい、ありがとうございます。そうですね。レイチェルの自体の、番宣はもうね、差し迫ってます。あのいつものね、はい、すいません、ちょっとありがとうございます、申し訳ないです。すいません、私の方もじゃあ番宣をやらせていただきますが、逆かな逆ですかね、はい、はい、まずですね、これだ、じゃん、8月26日日曜日朝7時30分からテレビ朝日で特命戦隊ゴーバスターズにゲスト出演させていただくことになりました。はい、はい、これはね、さっきも言ったギャル役で出てるので、はい、でも結構重要な人物なので、なんか博士の娘みたいな役ですね。そうですね、なのでぜひぜひこれを見てください。はい、7時半、もう朝早起きして、早起きしてますよ。はい、須田さんも早起きしてください。息子と一緒に。あ、嬉しいです、ありがとうございます。子供に人気ですからね、はい、なのでよろしくお願いします、はい、そしてですね、これはさっきも言ったゴーゴーギター10月号、今出したのが9月号なんですが、次10月号がね、もうすぐ発売になって、はい、8月27日月曜日発売になります、はい、広瀬玲奈の早引きロック U 連載5回目ということで、はい、あの9月号はチョーキングやってます、はい、10月号は何やるんでしょう、それはもう買ってからの楽しみですかね。そうですね、はい、なのでぜひぜひそちらもチェックしてみてください、はい、そしてさっきの僕のさっきの深夜さんのやつ、はい、8月28日発売、オールカラーうちうち見やすいコードブック、うん、はい、これはヤマハミュージックメディアさんがですね、税込み1260円で買えますので、うん、で、どこで買えるのっていう方はですね、こちらお求めは、ヤマハ特約店、楽器店、まあ、あの島村楽器さん、全国のどこの楽器店でも、はい、はい、買えます、まあ、ほぼですね、なんかもし、はい、あのお店に売ってなければね、はい、あの店員さんに、はい、あのこれ欲しいんですと、そうですね、言ってもらえれば取り寄せ可能です。そうですね、で、まあ、その本屋さんとかに行く時間がないって方も Amazon とか楽天とかでもですね、この本実際に買えますので、そちらでご注文していただいても構いません、ね、タイトルで検索してもらえれば、はい、すぐ出てきますので、はい、タイトルもね覚えやすいし、すぐね、そうですね、分かるんじゃないですか。宇宙一なんて歌ってる雑誌は初めてなんじゃないですか。いや本当に分かりやすいから嘘ではないですよ。嘘ではないですからね、うん、で最後ですね、はい、最後がいつもと同じなんですけど、はい、じゃん、ブログ、はい、頑張れイチョルブログと真のブログをチェックしていただければ、はい、いろんな情報が書いてあるので、はい、そうですね、それとあのツイッターとかもやってますので、うん、あのツイッターとかでもね、フォローとかしていただくと、僕も載せようかな、ツイッターのアカウントとかね。そうですね、ツイッターもよろしくお願いします。もうすごいね、ツイッターでの反応とかもね、あのすごくいいので、うん、あのアメブロだけじゃなくて、よかったら皆さんツイッターとかもやってない人はやってみて、レイジェルもね、あのアカウント持ってるんでね、はい、はい、なのであのそちらでね、あのフォローしていただいてもいいですし、あのどちらでも構いませんので、こちらに、詳しい情報を載せますので、ぜひこの番組終わった後にね、この番組の裏話だったりとか、そういうのも、毎回載せています。はい、で最近は僕のアメブロにあのギターどうしたらいいですかっていう相談も書いてくれる、はい、嬉しい、ね、そういうのも全然もう本当にあの喜んでお受けいたしますので、ぜひね皆さん書いていただければなと思います。ということでこの2つのブログもね、うん、ぜひチェックしていただければなと思います。お願いします。お願いします。須田さんの方は何かありますか。いや今日はもうこれもう新薬のぜひぜひ、ね、ぜひぜひぜひ紹介しにやってまいりました。ありがとうございます。これが売れていただけるはい皆さん笑えるということですね。なるほどね、はい、ということでじゃあ、はい、もうそろそろお別れの時間。そうですね、また早い時間なんですけど、今日はあの須田さんありがとうございました。ありがとうございました。そしてわざわざ今日はあのレイチェルの誕生日です。今日は本当に皆さん、はい、あのこうまだね お祝い込めしてないって方もぜひ、ね、この後皆さんおめでとうと。あ、嬉しい、それは皆さんお願いします。はい、今日ねあのわざわざこう来てくださって皆さんもありがとうございました。ありがとうございました、はい、楽しんでいただけたかな。はい、はい、ではですね、今日もあの最後にいつものポーズで、うん、はいはい、20歳最初の日
そうですね、はい、もうなんかそんな感じはしないですけど、新たな門出ですけど、はい、じゃあ皆さん、あ、ね、また皆さんと一緒に頑張っていきますので、最後このポーズでお願いします、はい、ではいきます。木曜12時からはお父様ランチ、ありがとうございます。ありがとう。